10月5日、松阪競輪場で祭り員松阪競輪が開催されました。祭り員松阪競輪は8月に開催される予定でしたが、台風の影響で延期となり、10月5日に開催されました。場内ではたくさんのキッチンカーが出展して来場者を楽しませていました。また競輪選手体験や宝石探しのブースでは、子どもたちが夢中になってタイムを競ったり宝石を探していました。バンク内ではふわふわランドやキッズバイク、バブル体験など、子どもたちが運動をしながら楽しめる催しもありました。縁日ブースでは金魚すくいやヨーヨーすくいなど祭りならではの露店があり、縁日気分を満喫していました。ステージでは吉田さんちの大道芸や競輪選手のお菓子巻き、三重高校ダンス部のダンスなどが行われ、来場者を楽しませていました。思ったよりも人が多くてまずびっくりしたっていうのと、競輪場初めて入ったんですけど、コースはすごい綺麗やなって思いました。すごく涼しい季節やもんで、子どもたちも長い時間楽しく遊ぶことができて、いろんな小さい子でも楽しめる、出し物があったので、すごく満喫しています。でこの場所に入るのも初めてだったので、子どもたちにとっていい機会になりました。午後8時にはバンク内で花火が打ち上げられ、祭りのフィナーレを飾りました。はい、来年は夏に開催されるといいですね。